さあやってきました。やっぱり予告通り、やっぱ見たいね、見たい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 、宮崎駿が初監督をした劇場版映画がこちら、ルパン三世、カリオストロの城でございます。これちなみに、イラストはね、このイラストは、後年やな。後年、差し替えられたものが使われております。これじゃないですよ。初期のね、カリオストロの城はこれじゃないですよ。これじゃないです。これはね、後で、付けられたものはこのイラストに変わってるだけなんですよ。で、宮崎駿っていう人は、実は、カリオストロの城が劇場版映画の初監督なんですけど、ルパン三世の、第2シーズンやな、パート2と言われる、ルパンの新ルパンと言われるやつの、監督を2作やってるんですよ。ちなみに145話、145話で、死の翼アルバトロスっていう時の話と、あと最終回さらば愛しきルパン、このねパート2はこの2作を監督してあって、30分のテレビ枠の監督にしては非常に高品質かつ動きまでパーフェクトな、2作目の絵、30分のテレビやって、その後この劇場版でルパン三世をやってます。で、このルパン三世は、映画的には実は、そんなに、興行収入は良くないです。最初は良くなかったんですよ。なんでって言ったら、このね79年っていう年はロボットアニメが全盛で、かの宇宙戦艦ヤマトやな、今続きで見てますけど、宇宙戦艦ヤマトですら、宇宙戦艦ヤマトですら人気がなかった。人気がなかったというか、まあ映画館に見に行かない。なんでって言ったら、この時期っていうのはロボットアニメが主力だったからね。ロボットアニメのファンがすごく多かったんで、ロボットじゃない、例えば宇宙戦艦ヤマト、さらにルパン三世が映画になったからといって、結局はやっぱ見に行ってる人ってそんないないわけなんですよ。でアニメにしては非常に高品質なんですけど、興行収入自体は良くなかった。しかし後年やな、映画の再放送とか何回もこれ見てるうちに、やっぱりこの話面白いやんっていうことで、盛り返してきた。あのね、宮崎駿っていう監督はこのパターン非常に多いです。非常に多いです。例えばジブリ作品やったらね、子供やったら一回は見たことがある、例えば隣のトトロとかも、正直映画館で映画になった時はあんまりみんな見に行かなかったけど、映像ソフトとして気軽に見れるようになると、やっぱり宮崎駿やなって言われる作品を作る人なんですよ。ただし後年やな、後年はどうしても話題作りが必要になった結果、まあ本人も正直、作りたくない作品を仕方がないんで作ろうとしてたところが後年やっぱりある。で引退宣言してみたりやとか、もう長編は作れへん、長いやつはやらないって言ったりとかするんやけど、やっぱり体に染みついた中身はどうしても捨てきれないところがあって、まあ今回、今年かな、24年は長編アニメーションで
まあ、入賞してるんですけども、このねルパン三世カリオストロの城っていうのを特筆するんであれば、やっぱりね始まりやな、国営カジノから、国営カジノからね、お金をかっぱらって逃げる、ルパンと次元がいてるんですけど、それが、偽札やな、ゴート札やっていうことを気づいたところから、まあ、カリオストロ公国に行って、でそっから終わりのこのシーンまでやな、最後のところまで、一気に2時間ぐらいがすごく早いです。途中でね、普通やったら長編アニメになると途中でちょっとだるいとこがあったりするんですけども、このカリオストロの城はないね、ない。でさらに言うんであれば、作品としての完成度も高いんですけども、やっぱり声を当ててる、まあルパン三世やったら山田康夫さんねとか、次元大介、例えば石川五右衛門、峰富士子で、銭形警部、それとクラリスやな、声がねもうやっぱりね、いい声です。でアニメの動きを見ての通りですけど、十分なこれ劇場版なんで、テレビ版と違って、劇場版っていうのは1秒間に回せるセル画の数が多い分だけ、良くもなれば悪くもなるねんね、セル画枚数が増えるから。カット割りが細かくできる反面、きちっとした作画監督とかの腕がないと、やっぱりこの当時のやつはセルですから、今みたいにデジタルじゃなくてアナログなセル画を使ってるんで、やっぱりこれだけ綺麗な絵がなかなか最初から最後まで維持できないっていうところが、やっぱり特筆すべき点ではある。これ今ちょっと音声切ってんのがね、ルパン三世の音楽が流れるからちょっと音声は切ってるんですけど、見ての通りですけど、何回見ても何十回見てもこれね、僕はですよ、何十回これ見てもずーっとこれ見ることができます。このままでもいいぐらいで、こことかね。でカリオストロ伯爵悪いやっちゃなーとかって言いながら、やっぱりルパン三世っていうのは、宮崎ルパンっていうのはいい人と悪い人っていうのをちゃんと使い分けてる。悪い人もすごい悪い人なんかって言ったら、人をね殺めたりするほどすごいね悪い人っていうのはなかなか出てこないんですけど、宮崎駿っていうのはやっぱこのキャラクターの使い分け、それと見せどころね、あとは動きとか、もう全てにおいてパーフェクトです。僕ね、このカリオストロの城が唯一、カリオストロの城があんまりちょっとねっていうところがもしあるんであれば、ルパン三世がフィアットに乗ってることやねんな。これって必ずやねんけど、みんなが触れるところで、僕はね、一作目、第一作目のテレビ版のルパン三世が乗ってる、やっぱりルパン三世は、メルセデスとかに乗ってる方の方が好きです。メルセデス乗ってたりとか、あと一作目でよくあった銃やな、拳銃撃ったりするときあるんですけど、ワルサー P38 やな、がちゃんとね、薬莢が飛ぶところまでリアルに再現されてる一作目のルパン三世のが好きです。けどね、宮崎駿のこのルパン三世もあるかなと思います。あるかなと思います。これは、やっぱりね、宮崎駿先生の、好みの女性が出てること、
ここにクラリスっていうのがね、いてまして、これが宮崎駿先生の言う好みの女性なんですよ。で、このクラリスの声を島本須美さん、だからナウシカの声の人がそのままここもやっておりまして、澄んだ声、ね、もうこの人は絶対悪いことはしないというような声で、ね、私は一緒に連れて行ってほしいです。泥棒はできないですけど、とかっていうシーンとかね。やっぱり山田康夫さんのちょっとハイセンスな喋りやな、アメリカ映画を彷彿させるようなちょっと軽いタッチから、やっぱりルパン三世はやっぱり山田康夫さんで終わっとくべきやったんじゃなかったんかと、ちょっと思ったりします。で、まあこの、あれやな、次元大輔、小林、清さんで、このカリオストロの城は石川五右衛門が井上真紀夫さんで、銭形ゲームがやっぱり納屋五郎さん、ここはねやっぱ外せないと思います。このメンバーがレギュラーメンバーでやってるんで安心して、見れます。はい。でちゃんとね、宮崎アニメにしては珍しくやね、宮崎駿監督の映画にしては珍しく、最初からの初動、なんでカリオストロ広告に行くのか、それと、終わりの結末まできちっと描けてるっていうのは、これね、宮崎駿監督の映画では非常に珍しいです。珍しい。中途半端なところでいつも終わんねんけど、このカリオストロの城だけはちゃんと終わるとこまでできてます。これ最後ルパンがね、まあクラリス助け終わったんで、まあクラリスがね一緒についてきたいっていうのを、無理して、そのままね銭形が来たからって言って口実にして逃げるところではあるんですけどもね、非常に、いいです。脇役の人もイケてますし、やっぱり悪い人も悪い人なりの美学がやっぱりここに含まれてると言っていい。カリオストロの城、これね、まあ、強いて言うならこのイラストも古い方に戻してほしいっていうのが正直なところです。古い方に。でちなみに、細かいことになりますけどもね、次元大輔が持ってる銃はちなみにこれコンバットマグナムね、石川五右衛門持ってるのは何でも切れる斬鉄剣。石川五右衛門の斬鉄剣で切れへんのは、だいたいこんにゃくだけやったかな。こんにゃくだけが切れないんですよ、石川五右衛門の斬鉄剣。で、車もこれね、ルパンがフィアットで、このクラリス乗ってるのがシトローエンやな、 2CV 乗ってまして、これちなみにね、このクラリスが乗ってる 2CV って言われるシトロエンはね、実は宮崎駿さんも過去に乗ってたことがある車なんですよ、このシトローエンは、うん、だから非常に動きも軽快にかけてるのは宮崎さんが自分でも乗ってたからっていうところと、これね、これそうなんですよ、宮崎駿さんも乗ってまして、であとルパン三世の乗ってるフィアットは後ろが開いてスーパーチャージャーみたいなのがついてるんでね、いけてます。これもう絵にね乱れが全くないね、どのカット撮っても。これは特筆すべき点やで、アナログなアニメにしては。で最後この音楽かかりながらね、銭形警部とルパンが追いかけていくところで終わるんですけどね、これいけてます。何回でも見れますよ、これ何百回でもいいんで、これこれなあ、カリオストロの城、これ見たらルパン三世のパート2の死の翼アルバトロスっていうのと、最後やな、さらば愛しきルパンっていうのも、この2作も宮崎駿さんが切ってますから、カットすごくよくできてます。もうその2作とセットにしてほしいぐらいで、うん、よくできてる。
これな、この79年かなんかはね、本当にね、あのいろんなアニメとかがあって競合してんね、みんなで。あまりにもね、いろんな才能がぶつかり合った結果、やっぱりルパン三世はその前、これ2作目やねんな、劇場版。1作目があのマモーっていうのが出てきたルパン VS 複製人間っていうやつやねんな。実際はルパン三世劇場版っていうのが、正式な1作目のやつはルパン三世劇場版っていうのが正確な名前なんですけど、便宜上あのルパン VS 複製人間ってなってて、それが1作目で、それやっぱりヒットしてんねん。2作目でちょっとあーって、もう周りがみんなね、他の映画を見に行かなあかんから、結局そこに押されていったんや。で、最近やな、このカリオストロの城テレビでやるって言ったら、ある程度視聴率取ってるもんな。2桁以上はずっと取ってるはずやね。やっぱり何回でも見てしまうね。これ僕ね、前に言ったことあると思うんやけどね、あの無人島にやで、アニメ3本持っていけって言われたら、1つに絶対カリオストロの城入ってるもんな。で、あとはあの銀河鉄道39の劇場版とかで、あのガンダムやったらガンダム3や巡り合い空、この3本あったら無人島でずっとそれだけ暮らせるぐらい、どれもみんな良質なアニメなんですよ。それぐらいこのね、70年代後半から80年代初頭にかけてはね、良質なアニメがいっぱいあったんやでっていう、そんなところです。はい、それではご覧くださいみたいなね、昔の水野晴郎さんみたいな状態やけど、もう本当に見てほしい。何回でも見たい。近くに置いといて暇があったら見たいみたいなぐらいの良質なアニメですこれ。ルパン三世はね、僕は個人的には宮崎駿のこのカリオストロと宮崎駿が監督したやつ以外は、あの一作目が好きです。一作目のちょっとアダルトな大人向けなやつが、あの子供心にかっこええっていうとこがあったんですけどね、やっぱりこのカリオストロの城が、あのルパン三世の認知度を上げたと言っていいでしょうね。はい、これそもそもやけどね、このカリオストロの城見た後、ルパン三世のコミック見たらびっくりする人ほとんどやもんな。ルパン三世のあの当時のモンキーパンチ先生が連載してんのってね、漫画アクションかなんかいう、あの週刊誌アクションっていう週刊誌かなんか連載してんねんけど、あのちょっとね、小学生とか見られへんような、あのやらしい部分、エッチな部分がすごく入ってたりするところがあんのが一作目なんですけどね、その良さがあの今頃になってまた評価されてるんですよっていう、そんなとこですか